最近またあの金子みすずさんのブームだそうで、SE の CM でごめんよと言ったらごめんよと書いてる大ブームだそうです、彼女の名作の中には鈴と小鳥と私、みんな違ってみんなに比べたって意味がないっていうのありますね、学校がみんな違ってみんないい、みんなそれぞれいいんだと、そうなってるか考えると私はハテナがいっぱいです、確かに認められる、でもどんな子かって、勉強ができるか、先生の眼鏡にかなうか自信持ってます、でもそうじゃない、もうどんないいことがあるんだろう、どうせ僕なんてダメだと思い込んでる子いっぱいいます、教育は本当はその人にしかない、その子にしかない輝きを引き出す、そういう営みだと思って、引き出しさえすれば、認めてあげさえすれば、おのずから自分から輝くのが子供です、そんな気持ちを示し、友達が曲をつけてくれました、光り輝く一番文字、人は誰でも光り輝く、一番僕を持っている僕たちの中で日は明るく、一番僕が輝いてる、どうせ僕なんかもういつも増えてた、どうせわからないと諦めかけてた、叱られてばかりで、なんてなく惨めな思いばかりだった、どう求めていたんだ、自分を認めてくれる人との出会いを、どう求めていたんだ、に気づかせてくれる仲間を、人は誰でも光り輝く、一番星を持っている、僕たちの中で今明るく、一番星が輝く、探していたんだ、どこかにきっとあるはずの素敵な宝物を、どう探していたんだ、そして見つけたんだ、やっと今自分の中で、は誰でも光り輝く、僕を持っている、私たちの中で時は明るく、一番僕が輝いてる、絶対忘れないあの日のことは、仲間と一緒に肩を抱き合って、感動に震えて流した涙、気づいたんだ僕らも輝けるんだと、信じているんだ、私たちは美しい花の種なんだと、信じているんだ、
ているんだ。いつの日か必ず夢の花咲かせることを。人は誰でも光り輝く一眼ボールを持っている。僕たちの中で一番高く一眼ボールが輝いてる。人は誰でも光り輝く一眼ボールを持って。私たちの中で月は明るく一番僕が輝いてる。ありがとうございました。最後ホークジャンボリーの3人が問いを飾してくれます。